野北高校の松村優馬です。辰野北高校の前田です。前田智樹です。私からは2つの質問をさせていただきます。1つ目は辰野市役所の職員採用についてです。私の通う辰野北高校ではまちづくり科目という町に貢献できる人を育てる授業があります。専門科目では近くの小学校に訪問し出前授業なども行っています。専門高校ならではの知識や技術は辰野市で生かしていけると考えます。そうした考えの中で私は現在2年生で来年に向けて進学先や就職先を調べています。そして公務員試験の受験を考えているクラスメートもいます。しかし現在辰野市では高校生枠の職員採用がないと聞きました。高校で学んだことを辰野市で生かしていきたいのですが、今後も職員採用はないのでしょうか。また辰野市として仮に採用枠を設けるとした場合、高校生に求めるものがあれば教えてほしいです。また辰野市では若者が市外に流出し過疎化が進んでいる地域もあると聞きました。若者が就職のために流出するのは市内での求人が十分でないからだと感じています。もし市内での求人が現在よりも増加すれば、フレッシュな感性から辰野市の活性化につながっていくと思います。2つ目は辰野北高校の周辺の通学路についてです。辰野北高校は専門高校で、辰野市以外からも1時間から2時間かけて通学する生徒がたくさんいます。特に全校生徒の半分以上が紀新線やバスを利用しています。生徒には補習や部活動の朝練習で早くに登校する生徒もおり、また下刻時刻も部活動や検定などの補習があるなど、生徒によってまちまちです。その中で気になるのが通学路の街路灯の少なさです。特に今の時期では日の入りが早く、18時ごろになると学校周囲は真っ暗闇です。紀新線や新規バスを利用する生徒は新宮駅まで徒歩15分程度の道のりですが、街路灯の少ない暗い道を歩くことに不安や怖さを感じている生徒もおり、自転車や通学する生徒からも同様の声を聞きます。そして私たち生徒だけではなく、地域の方々の中には夜にジョギングや犬の散歩をされている人もおり、周囲の道路の暗さが心配になります。また辰野北高校のそばにはクリス川があります。そして自転車通学の生徒は土手を通って通学します。そのような日々の中で自動車とすれ違う時があるのですが、その際土手から転落しないか一瞬ですがヒヤリとする場面もあります。辰野市は自然が豊かなところが魅力だと思うので、環境に支障がない程度に土手と道路の境界にガードレールを設置することはできませんか。さらに最近では高校周辺で不審者が出没したという情報を聞きました。そのため生徒だけではなく地域の皆さんも含めて安心安全な暮らしができるよう街路灯の数を増やすことはできないでしょうか。小西千幸副市長。辰野北高等学校3番松村優馬議員および4番前田智樹議員のご質問のうち、1点目の辰野市における高校生を対象とした職員採用についてお答えいたします。市長合併から10年以上が経過し、その間行政を取り巻く環境は大きく変わりました。全国的な地方分権の流れの中、多くの業務が国や県から委譲されたことにより業務量も増加し、また行政課題も複雑化多様化しており、職員に求められる資質も年々高度なものとなってきております。このような状況の中、本市では行財政改革に積極的に取り組み、組織のスリム化、効率化を図ってきたところでございまして、現在までに職員数を200人以上削減し、
少数精鋭の組織体制を確立していくよう努めているところでございます。その観点から土木技術職におきましても、大学で高度かつ専門的な知識を習得された方を即戦力として採用しているところでございます。看護科におきましては、合併以後、正看護師資格をお持ちの方を市民病院に合計32名採用しており、平成28年度におきましても4名採用いたしました。また他の学科の方におきましても、近年大学等への進学率は4割から5割と伺っており、大学等でより高度で専門的な知識を習得していただき、ぜひ地元である本市に帰ってきていただいて、その専門的知識を発揮していただければと考えているところでございます。本市におきましては、今後とも地方創生に向けた各種施策に積極的に取り組み、地域の魅力アップを図ることにより、皆さんが住み続けたい、帰ってきたい辰野市、快適さを実感できる辰野市と感じいただけるよう、鋭意取り組んでまいりますとともに、今後の社会情勢を踏まえ、本市の事務事業の進捗状況、行政運営の在り方を検討していく中で、地域を愛する高校卒業者の皆様を対象とした採用試験の実施につきましても、引き続き検討してまいりたいと考えております。なお、本市が求める職員像についてでございますが、社会人としての規範性を有していることはもちろんのこと、全体の奉仕者としての立場を十分に理解し、かつ積極性、独創性、柔軟性、即時性、協調性を兼ね備えた自立した人材、視野の広い人材を求めているものでございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。お二人の大いなる飛躍を期待いたしております。これからも頑張ってください。終わります。楠木昭弘議員。引き続きまして、2点目のご質問の通学路における街路灯やガードレールの設置についてお答えいたします。高校から駅までの通学路に街路灯が少なく、生徒の皆さんや地域の方々が不安や怖さを感じている。クリス川の堤防にガードレールがなく、自転車と自動車がすれ違う際に川へ転落しないかヒヤヒヤしたことから、街路灯やガードレールの設置を検討してほしいというご質問をいただきました。市といたしましては、平成16年に新宮地域において床下浸水のになった災害がありまして、それから後に国土交通省と検討していきていましたところ、それから後にまた北高校の誘致の決定という中で、前向きに国土交通省と前向きに話は進んでいたんですが、平成21年の8月に忌まわしい作用思想の台風災害というこの災害が起こりまして、この国土交通省の答弁といたしましては、その災害復旧が終わるまで何とか待ってもらいたいということを聞いた状況で、今現在で終わっております。で、今現在この平成28年のぐらいにも作用全体の災害復旧が完了するということを聞いておりまして、まあ、それまでに何もしてないというわけじゃなく、行政側といたしましても、今まあ現在ちょっと10基ほど街路灯もついていると思うんですけども、そういったことで、まあ、動いておるという形でございます。まあ、今回ご提言の辰野北高校周辺のクリス川の堤防道路への街路灯ガードレールの設置につきましては、クリス川の堤防を保全管理している河川管理者である国土交通省への協議が必要となりますが、安全安心なまちづくりの観点から特に整備が必要な箇所について、生徒の皆さんや地元自治会との共に検討してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
3番松村優馬議員。ありがとうございました。終わります。